こんにちは、三重県の住宅会社ハーモニーの勝地です。今回ご紹介するのはこちらの平屋のお家なんですが、 DIY が大好きな愛犬家ご夫婦のお家になっておりまして、インテリアがすっごく可愛いので最後まで楽しみながらご覧ください。こちらのお家なんですが、ウッドボックスシリーズのカルバンというお家になっておりまして、無垢の床や塗り壁など自然素材をふんだんに使ったお家になっております。そしてこちら見てください、この大きなドッグラン。実はこちらのオーナー様はチワワを3匹飼っておりまして、ドッグランを作るのは夢だったそうです。こちら最後にたっぷりご紹介しますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは外観をご紹介していきます。こちらのお家すごい雑貨がめちゃくちゃ可愛いですよね。中がすごい楽しみになります。こちらガルバリウム鋼板を使っておりまして、この青の色味とこういうアメリカの雑貨の相性が抜群ですよね。もうすぐハロウィンなのでハロウィンのグッズもあります。それでは中に入っていきましょう。玄関にやってきました。見てください、この可愛い玄関を。そしてこの棚、実はこの棚はオーナー様が手作りで作った棚になっておりまして、空間に無駄がない収納すごくいいですよね。そしてこちらはワンちゃんのお散歩グッズがたくさん並んでいます。こちらもなんかインテリアみたいで可愛くなってますね。そしてこのシューズクロークはこういった棚にしていただくことで存在感もありますし、中も見えないのでとても使いやすいです。では上がっていきましょう。こちらのお家は平屋になってるんですけども、廊下があるので一つ一つのお部屋がきちんと区切られて、プライベート感も大事にしたお家になっております。天井の木目のクロスもとても素敵ですよね。こちらのインテリアをご覧ください。お気に入りのお洋服を額縁に入れることで、こういったインテリアの見せ方もとても勉強になりますよね。そしてこちらご覧ください。こちらリビングになっているんですけど、こちらは後でたっぷりご案内しますのでお楽しみにしていてください。ではこちらご案内します。廊下には収納スペースがございまして、結構広めの収納が取られています。でも平屋でも収納があることで、隠したいものはここにしまっておけるのでとても便利ですよね。そしてこの奥は水回りスペースになっているんですけれども、この上ご覧ください。バスルームと書かれたパネルがあるんですが、こういった小技が海外のホテル風でとても可愛いですね。そしてこのドア、実は本当は木のドアだったんですけど、最近ご夫婦でブルーの色に塗り替えたそうです。そういった暮らしてからの楽しみ方もができるのもとてもいいですよね。では入っていきましょう。洗面スペースもちょっと想像以上に可愛い仕上がりになっております。こちらの洗面スペースなんですが、アンティークの雑貨とお気に入りの小物で統一感が出ています。鏡と棚も実はドアと同じブルーに塗り替えたそうです。朝から色を変えるとお家にさらに愛着が持てますよね。タイルはオーナーさんのお気に入りのポイントで、ここにタイルがあるだけでアクセントにもなっています。ではバスルームもご案内していきます。こちらの浴槽はハウステックさんを採用しております。このように壁は木目調になっているんですけども、違うオールームを使うことでおしゃれ感がすごくアップしますね。続いてはクローゼットをご案内します。こちらのお部屋がファミリークローゼットになっております。そしてこちらにもパネルがございます。こちらスタッフオンリーと書かれておりまして、遊び心がとても可愛いですね。では入っていきましょう。こちらはお部屋一つを丸ごとファミリークローゼットにしております。服もたっぷり収納できまして、2個に分かれているので、奥様旦那様と服を分けて収納することもできます。こちらのクロスはヴィンテージワインボックスというデザインを使っておりまして、よく見るとワインのコルク型のデザインになっているので、とても可愛くて高級感もあります。このようにお客様から見えないお部屋は挑戦したクロスにするのもおすすめです。そしてこちらの棚ご覧ください。実はこちらの棚はもともとシューズクロークとして購入されたんですけども、この棚にこういう帽子とかファッション雑貨を置いていただきますと、海外のショップ風なレイアウトになってとてもおしゃれですよね。では奥のお部屋をご紹介していきます。こちらの部屋は5畳の広さがありまして、趣味の部屋として使っているそうです。こちらに旦那様の漫画がたくさん並んでいます。
ハンモックで寝転がって漫画を読んだり昼寝をするのが最高だそうです。では続いてトイレをご紹介していきます。この水色のドアがすごく可愛いですよね。トイレはもちろんこのプレートがございまして、プレートがあるとお客様が見えた際もトイレが分かりやすくていいですよね。では入っていきましょう。トイレももう安定に可愛いんですけども、この奥の棚をご覧ください。隙間に棚を入れることで空間に無駄がない収納が実現しています。鏡もすごく可愛いですよね。こういう可愛い雑貨もたくさん置きたくなっちゃいますね。そして手洗い付けがすごく便利なんですが、このタイルは後からオーナー様が DIY で付けたそうです。ブルーのカラーがアクセントですごく可愛いです。では寝室をご紹介していきます。こちらの寝室は8畳の広さがありまして、少し広めのゆったりした空間になっております。天井をご覧ください。木目のクロスになっておりますので、落ち着いた雰囲気になっております。ダウンライトもすごく素敵ですね。そしてこちらのお部屋ではワンちゃんが3匹いらっしゃるので、家族全員同じ部屋で寝れるようにここにゲージがございます。そしてワンちゃんそれぞれに合わせたこのカーテンもあります。そしてこちらめちゃめちゃ可愛くないですか。それぞれの似顔絵の手作りのマスコットがあります。もう3匹ともそっくりでめちゃくちゃ可愛いです。ではお待ちかねの LDK をご紹介していきます。 LDK には扉が2個ございまして、こちらキッチンに近い方になるんですけども、奥の方からご案内したいと思います。わー、リビングめちゃめちゃ可愛いですね。このアメリカンヴィンテージで統一したインテリアになってまして、いるだけで楽しい気分になっちゃいます。まずはキッチンをご紹介していきたいと思います。ご案内します。キッチンは可愛い小物とアンティーク雑貨で統一されたインテリアになっております。そしてこのキッチンは生活感を隠すポイントがたくさんございまして、まずはこちらの棚をご覧ください。こちら大阪の雑貨屋さんで購入したそうなんですが、見た目だけじゃなくて機能性も抜群で、このようにメインとなる可愛い家具を置いていただいて、生活感のあるものはうまく隠すことでとても可愛い空間になります。そしてこちら実はこれお米が入っているんですけども、どうしてもお米って生活感が出てしまうと思うんですが、こうやって瓶に入れていただくと生活感もぐっとなくなって、アイデア次第でおしゃれに見えますよね。そしてこちらの雑貨もご覧ください。このように物がたくさんあるとなんとなくごちゃごちゃしてしまうイメージがあると思うんですが、このように統一感のあるアイテム選びと可愛い小物を選んでいただくことで、物が多くてもごちゃごちゃせずにおしゃれなインテリアになります。インテリアで考えてらっしゃる方はそういった統一感のあるアイテム選びをしてみてください。私も最初びっくりしたんですが、この照明すごくかっこよくないですか。実はこの流木とライトをご自身で組み合わせをしておりまして、これを真似するだけでもリビングのおしゃれ感がすごくアップしそうですね。ではリビングご紹介していきます。こちらのリビングは16畳の広さがありますが、上が勾配天井になっているのでさらに広く感じられます。アメリカンヴィンテージの内装すごく可愛いんですが、この作業台ご覧ください。リビングに作業台があるとすごく便利なんですが、このようにとても可愛いのでインテリアとしても活用されているそうです。続いてこちらをご覧ください。ワンちゃんがいるので透明のアクリルゲージを使っているそうです。ワンちゃんの顔がとても見やすくて可愛いですよね。ワンちゃんの小物もいっぱいあるのでテンションが上がりそうです。そしてこのカーテンレールもご覧ください。実はこのカーテンレール木の板で隠してありまして、色味が勾配天井の木の色味と同じなのでお部屋の雰囲気もぐっと良くなります。旦那様の DIY になっておりまして、棚になっているので上に可愛い小物も置きます。こういったアイデアがすごく参考になりますよね。実はオーナー様が住み始めて3年ほど経つんですが、全然飽きが来ず、むしろ今いろいろ作っていくのがとても楽しいそうです。なかなか出かけにくい時期ではあるんですけれども、お家で DIY をしたりのんびり過ごす時間がすごく楽しいそうです。そして実はこのリビングウッドデッキがつながっております。
リビングからウッドデッキをご紹介したかったんですけども、ちょっと雨が結構降ってきてしまったので、このドッグランの方からご紹介したいと思います。こちらのウッドデッキなんですが、リビングとつながっているので、すぐに出ることもできますし、ドッグランで遊んでいるワンちゃんを眺めることもできますので、とても楽しいそうです。そしてドッグランもご紹介していきます。こちらワンちゃんが思いっきり走れるように人工芝にしているそうです。このフェンスにぴったりなおしゃれなサインプレートもたくさん並んでいます。サインプレートがあるとアメリカンな雰囲気になってとてもおしゃれですよね。そして照明もついているので夜になるとまた雰囲気が変わってとても素敵です。今回のルームツアーはいかがでしたか？間取りはこの後ご紹介します。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。バイバーイ。